それ面白いこと言うな。助けて。助けて。助けてか。あんたが今までに殺してきた人たちもみんなそうやって命乞いしてきたんだろうね。やめて、お願い、助けて。かわいそうだ。助けて。うるさいよ。静かにしてくれよ。頭が痛いんだよ。ズキ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 さ、痛いんだ。あんまり大きな声出さないでくれよ。お願いしますよ。うん、え？リンダだよ。あんたも飲む？売っているタイプと違って濃いから効くよ、これは。これから死ぬのにこんなものいらないもんな。それともあれ、モンスターでも死ぬのは怖いの？ブルブルってなっちゃうの？いいじゃないの、別に。あんた人間じゃないんだから、どうなったって違う。面白いこと言うな。何がどう違うわけよ。俺見たんだよ、あんたが化け物に変身するところを、俺の親父を襲うところをさ、俺の親父を食うところを。違う、嘘つきだ。気持ち悪いんだよお前。違う、なあ見せてくれよ、今すぐここで化け物に変身して見せてくれよ、気持ち悪い姿見せてくれよな。あ誰、いらっしゃい、おいで。よかったな、お友達が来たようだよ。あんたも咲くのか？なあ見せてよ、どんな花が咲くの？見たいんだよな、どんな風になるのか。
験してみようか。実験？そうだ、実験だよ。テストだよ、お前らの。しようかな。簡単だよ。まずはこのピストルで君たちの足をバーンって撃っちゃうんだ。それでさ、もし緑の血が出たら君たちの負け。バーン。そしたらそのおでこに穴開けちゃう。動かなくなるようにね。でももし赤い血が出たら、しょうがない、ロープをほどいてあげるよ。血が赤いのは人間だって証拠だからさ。でも緑の血が出たらバーン！殺しちゃう。特に君、君だよ。君だからね。僕のさ、パパを、僕のパパをあんなにしやがって。違う。見たんだよ。僕が見たんだ。お前が僕の親父。だから実験してあげるんだ。実験だよ。楽しいな。緑の血が出るんだ。それでモンスターに変身しちゃうんだ。見たいな、お前らのさ。さあ、撃つよ。撃つよ。撃っちゃうよ。バーン！冗談だよ。冗談。びっくりした。ほら、やっぱりだ。さあ来い。僕がパパの敵を撃ってやる。行くよ。あれ？なんだ？自分で自分を殺すなんて初めてだから。ローラは大丈夫？
私はもう大丈夫だから。自分の死体なんて見たことないじゃない。まあ貴重な経験よね。自分を殺すなんてまさか思わなかったけど、ましてや自分に殺されたりなんかしたらね。クローンってこと。いやね、すごく似てる。気持ち悪いわ。元の姿そのままにコピーできるなんて、これもあいつらの能力なのかしら。私のことも疑ってる？安心して、私は大丈夫。記憶だけはコピーされないから、クローンじゃね。DNA から急速に成長するだけだから、知識はついてこない。だからちゃんと話せるやつは本物ってことよ。ただ、あいつらの学習は早いわ。だって、今のもちょっとは話してたでしょう。ほとんど口まねだったけど。結局最後は、血の色でしか判断できないのかしら。悲しいことね。ねえ、ローラは私のことを信じてくれてる？まあ無理もないわね。さっき口の中切っちゃってね。でもこんな状況じゃ自分が何なのかさえ分からなくなるわ。自分のことさえ疑ってしまう。まあいいわ。さ、ジェニー、向こうの部屋に行くわよ。はい。
世の果てのようだけど、でも三人いればゆっくり眠れそうだわ。夜一人で眠るのは辛いわ。ろくな思い出がない。夜がね、なんていうか、夜が体に染みついてくる気がするの。まるでコールタールのように夜の波が押し寄せてくるの。この宇宙に自分一人しかいないような気がしてくる。そんな夜はいつも逃げ出したくてこれを飲んでいたわ。実はね、私があの飛行機に乗った理由もこの薬なのよ。その日も黒くべっとりした夜が部屋中に満たされて、私溺れてしまうような気がしてね、この薬を飲んだ。そしたら見えたの。なんていうか、大地のビジョンが、幻覚なんかじゃない、はっきりと見えたのよ、大地が。それからは薬を飲むと毎日のように見たわ。きっとこの場所が私のことを呼んでるんだって、そう思った。そしてある日新聞で見たの、この薬の産地についての記事を。このリンダっていう薬はカナダの北の大地で採れるハーブなんだって。すごく攻撃的になるから危険だって書いてあったわ。ここ数年の残虐な殺人事件、特にカニバリズム、人の肉を食べたりするような残酷な事件の犯人のうちの何人かがリンダを服用してたって。人間の凶暴性、本能との関係についていろいろと詳しく書かれていたわ。でもね、私が驚いたのはそんなことじゃなかった。その記事に出ていた写真、薬の産地の写真こそ、私がビジョンとして見た大地と全く同じ大地だったの。だから私は飛行機に乗ったの。そしたらあんなことになって。ねえローラは、あなたはまだ何にも思い出せないの？コンパクトのお母さんのことも、そしてデビッドって人のことも。一体どこにいるのかしら。どこかで待ってるかもしれないのよ。ねえ、何にも思い出せない？そう。ねえローラ、あのパーカーっていう人生きてるかしら。私悪いことしちゃったわよね。会って謝りたいわ。いい人だったのに。もう寝る？もう朝まではちょっとしかないけど、ここは夜長いから。明日はいいことがあるといいわね。もう今日は疲れたわ。ごめんなさい、寝ちゃった。これ渡しておくわ。もしあっちの建物に行くんだったら必要だから。その鍵で適当にガチャガチャやってれば開くわよ。なんだか貯蔵庫みたいな建物なんだけど、寒くて長くはいられないわ。ま、荒らされてて何も残ってないし、中に地下室への入り口みたいなものがあるんだけど凍っちゃっててね、硬くて開かなかったわ。坂を登ったところにある
大きな黄色いライトが灯ってる建物よ。もし外に行くんならまだ暗いから気をつけてね。スノーモービルは勝手に使っていいわよ。じゃあおやすみ。